叔父上、吉報でござる。刀を右手にずかずか入ってくる源八郎を喜兵衛は苦々しげに見合った。挨拶もせずになんだ。ことわざにも吉あれば必ず凶ありと申して、何も吉報だからといって騒ぐことはない。お口癖のことわざも今日だけはそっちへ収めておいていただきましょう。実は須の花の番所頭に任せられました。誰が？無論私です。喜兵衛はくすんと鼻を鳴らした。それから2、3度空咳をしたり、肩をゆすり上げたり、老いの出世などはへでもないという風を装ってみたが、顔の筋は遠慮もなくほぐれてくる。お達しの下ったのが3日前、今日でようやく事務の引き継ぎを終わったところです。お役料100石増しですよ。それで、なんだろう、また何か褒美でもねだるつもりだろう。弓江殿を嫁にください。それ、多分そう来るだろうと思っていた。ならん、ダメだぞ。なぜですか。許嫁になってから1年、私もようやく番所頭という人並みのお役に就いたのですから、もう妻をめとってもいい時だと思います。お許しください。いかん。番所頭といえば大役。ことに須の花は抜け荷の問題でやかましい場所だ。お役が務まるかどうか分かりもせんのに、就任早々嫁のことなど考えるやつがあるか。ことわざにも1年に再び実る木はその根必ず破ると言ってな。一時にそうあれもこれもするものではない。叔父上のように何から何までそうことわざで決められてはかないません。バカを言え。ことわざは幾百幾千年を経て一口に伝わるものだ。万感の経典にも勝る真理がある。とにかくお役専一に努めろ。そのうち何か手柄でも立てて立派に番所頭が務まるようだったら式を挙げてやる。それまではダメだぞ。根上喜兵衛は島原藩で500石取りの馬回り、武編一徹の頑固親父であった。関ヶ原、大阪両陣に目覚ましい手柄を立て、主君松倉右京太夫から殿下の鎧1両を賜ったが、今は全く官職にいて時々のこのこ現れては若い者を叱りつけたりするくらいが楽しみ。何か一言言うたびにことわざを持ち出すので、ことわざの喜兵衛殿とあだ名をつけられている。源八郎は叔父の気性を飲み込んでいるから、これ以上ねだっても無駄だと思った。では今日はこれで失礼いたします。厳禁なやつだな。まあ待て。ばあさんが帰ったら心祝いに何か馳走しよう。夕飯を食べていくがいい。いや、今夜、磯目橋の松屋で同役たちが祝宴を催してくれることになっているのです。まあ、役向きの顔つなぎということでしょう。弓江殿は？ばあさんと一緒に寺へ行ったぞ。では、おば上にもよろしく。立ち上がったが、ふと振り返って、ああ、叔父上は今、吉あれば凶ありとおっしゃいましたが、あれは吉あらば凶なりという意味ですよ。お間違いのないように。こいつ、待て、源八郎。源八郎はどんどん逃げ出した。座は沸き立っていた。源八郎はびっくりしていた。島原の湾を前にした酒楼の広間。百目ろうそくをずらりと並べ、南蛮風の卓に森料理を山と積んで、14、15人の歌姫小女たちが玄関生めかしく取り持ちをしている。上座には藩の目付役で番所総取締方を務めている笹目元右衛門、同じく次席の生田久之進、奈良山源七、それに続いて田代、木島、湯野、土井岬、須花、五番所の主だった者が居並んでいた。何しろはじめ、源八郎の挨拶が済むと、さあ、皆くつろいで無礼講としよう。源右衛門がそういうのを合図に、たちまち座は核のごとく崩れてしまったのだ。源八郎は、そばにいる立部金吾をこづいた。これは一体どうしたというわけだ。番所頭の就任祝いにしては大げさすぎるぞ。まあ、黙って飲めよ。これが慣例さ。金吾は薄笑いを浮かべながら背いた。立部金吾は源八郎の古い友達であるが、酒のために出世が遅れて、今では須花の番所で記録方を務めている。つまり今度は源八郎の下役になったわけだ。源八郎の方ではこれを機会に何とか昇進の道を開いてやろうと思っているのだが、金吾の方はとかくひがみが出る様子ですっぱりといかぬところが多かった。番所勤めも2年になるから内情もいろいろと知っているらしいが、どことなく歯に絹を着せた口ぶりである。へえ、こんな慣例があるのかな。今にわかるさ、いろいろなことがね。冷笑するように言ったが、しばらくすると、ふいっと杯を置いて立った。どうするんだ。拙者はもうこれで失礼する。帰るなら一緒にしよう。いや、今夜は番所で泊まる出役なんだ。まあ、貴公はゆっくりやっていけ。ああ、疲れた。金吾は物憂そうに。酒にも女にも、俺はもうすっかり疲れたよ。行って波の音でも聞きながら寝るとしよう。そう言って立ち去った。自ら性にすねた友の態度を、源八郎は悲しげに見送っていたが、やがて上座から笹目元右衛門が呼んでいるのに気づいた。こっちへ来ぬか。と言われて進み出ると、いつの間にか元右衛門のそばに、でっぷり肥えた商人風の男が座っているのを見つけた。どうだ、愉快であろう。ことごとく盛大にて、面目過分に存じます。まあ、よい。堅苦しいことは抜きだ。ちょっと引き合わせをいたそう。これがこの度、須花の番所頭になった杉田源八郎と申すものだ。と肥えた男を振り返った。商人風の男は油ぎった赤ら顔の人の良さそうな笑みを浮かべながら丁重に膝を正して、手前はご当地に空に売買を営みまする浪花屋次郎吉と申しますもの。商売柄常々御番所にはお世話になっております。今後とも何分よろしくお願い申しまする。いや、失礼ながらこれはいささかご祝儀まで。次郎吉はそう言って小さなふくさ包みをそれへ差し出した。どうぞご承納くださいまし。なんでござるか、かようなものを。いやいや構わぬ、慣例じゃ。遠慮なく取っておくがよい。元右衛門が口を添えるので別に差し支えないものと思い、源八郎は受け取って下がろうとした。するとその時、まあいい男だこと、と言いながらべたりとそばへ座った女があった。細表の締まった顔つき、気か抜きらしい大きな瞳。もうかなり酔っていると見えて、妻の乱れから生めかしいあけのこぼれるのも構わず、源八郎の肩へもたれかかって、ねえ、そんなに固くなっていないで、そのお杯をいただかしてくださいな。いや、拙者はもう。まあ、遅めなすったのね。そんなうぶらしいところを見せられてはいっそもう我慢ができなくなるわよ。これ見苦しいぞ小光。元右衛門がニヤニヤしながら言った。小光と呼ばれた女はくるりと振り返りながら「おや失礼、ささめの御前まだいらっしゃったんですか？でもどう？こうしたところはちょっと似合いの夫婦でしょ？」腕もあらわに絡みつこうとするのを源八郎はどぎまぎしながら引き外して立った。小光は慌てて袴の裾を押さえ、「あら、どこへいらっしゃるの？せっかくおそばへ来たのに逃げるとは卑怯でしょ？」いや、また。初めての茶酒、ことに女などをどう扱っていいかわからぬ源八郎は、すっかり上がり気味で自分の席へ戻った。女はすぐに追ってきて、ダメよ。逃げおったって逃がしゃしません。さあ、お杯をちょうだい。杉田、何をもじもじしてるんだ。そばから同役の誰彼が囃し立てた。無礼講ではないか。やれやれ。貴公の祝いだぞ。そらご覧なさい。皆様のお許しよ。源八郎は仕方なく杯をやった。とてものごとにお酌。あらすみません。こんなわがままを言ってお怒りなすった？お下げ済みでしょうね。いや別にさようなことは。言い訳をおっしゃらなくてもいいのよ。かわいい人ね。見れば見るほどいい男だわ。なんだかこうしているだけでも体がゾーッとしてくる。一緒に浮気をしたらどんなだろう。迷ったわよ、杉様。目を燃やしながら抱きつこうとする。源八郎は毒気を抜かれて真っ赤に頬を染めながら振り離した。するとそこへ若い番士が入ってきて低い声で「少々お耳を」と囁いた。ただならぬ顔つきをしているから源八郎は立って襖の外へ出た。どうした？恐れ入りますが急いで番所へお戻りください。密貿易船を抑えました。よし、すぐ行こう。船の支度はもうお待ちしております。就任早々の事件だ。源八郎は酔いも一時に冷め、張り切った気持ちで同役の者に中座の理由を告げると、急いでその酒楼を出る。そのまま入り堀に待っていた市長路の早船で須の花へ向かった。島原から天草の沿岸は湾入局堤が多く、海は名うての多島海で、外界との連絡にも身体の駆け引きにも密貿易にはもってこいの地理である。ことに島原藩は早くから南蛮ルソンと交易していて、外国船の出入りが多いから番所の目をくらますにも都合がよい。それかあらぬかこの2、3年来というもの、密貿易船の暗躍がひどくなっていた。これらに備えるため5か所の船検番所は必死に活動し、中にも須の花はその中心となって謙虚に努めたが、今まで抑えたのはいずれもネズミばかりで、狙っている大物はどうしても尻尾をつかむことができなかった。今宵も5番所の主だったものが祝宴に出て手薄になっている時、大胆にも須の島の沖のとある島陰で空に船が密貿易をしている現場を見回りに出た監視船が発見して急を襲った結果、その1艘を抑えたというのである。捕らえたのは1艘だけか。はあ、何しろ手薄のことで津井岬へ人数を頼みにやる暇もなかったものですから、他の者は取り逃がしました。手薄を狙ってやりよったな。話しているうちに早船は須の花へ着いた。すると伸び上がってみた番士の一人が「いや、船が見えぬぞ」何だと？番所前につないでおいた密貿易船が見えません。おお、番所の火も消えている。源八郎は不吉な予感に襲われながら岸へ飛び上がった。と、その足元に倒れているものがある。後ろから差し出す船提灯の光で見ると、血みどろになって絶息している番士の一人だった。おお、思わず一歩下がる。立部金吾は？と源八郎はひらめくようにつぶやきながら、来い、何かあったぞ、と叫んでだっと駆け出した。途中にも2人3人と倒れていたが、番所へ来てみると、さらに惨憺たるありさま。15人残っていた番士がことごとく切り殺されている。辺りはさながら血の海だ。源八郎は素早くその中から金吾の姿を見つけ出し、はっと胸をつかれながら抱き起こした。下半身ずっくり血に濡れて息も絶え絶えである。立部、立部、源八郎だぞ。耳に寄せて叫ぶと、金吾はかすかに目を開け、唇をゆがめながら、丸に5つだ。過ぎた。おい、しっかりしろ。気をつけろ。ああ、不意をやられた。残念だ。それだけ言うと、意識がくらんだらしく、ずるりと源八郎の腕から滑り落ちてしまった。貴様の仇は討ってやるぞ、立部。仇は源八郎が必ず討ってやるぞ。相手の耳へ唇を寄せて、溢れくる涙を拭いもあえず、源八郎は叫んだ。今までにかつてない惨事である。元来島原藩では、密貿易の罪は重き咎という程度で、極刑を行われるものはごく稀だったから、捕らえられれば大抵神妙に刑を受けるか、そうでなくとも身をもって逃れるくらいが関の山。こんな思い切った虐殺をあえてしてまで逃げる必要はないのだった。急報はすぐに飛んだ。総取締方笹目元右衛門は、自ら須の花へ出向いて、御番所の役役を集め、協力して付近一帯の大捜査を断行したが、両3日にわたる努力の甲斐もなく、ついに京都の漱石を突き止めることはできなかった。これは大物だぞ。源八郎は一人うなずいた。奴らは是が非でも逃げなければならぬ事情があった。これだけでも今までの粗俗どもとは違う。それに、当夜は宴会があって、番所の手薄を知っていた様子がある。ことによると内通者でも。そう考えたとき、立部金吾が、丸に5つ、気をつけろ、といった謎のような臨終の言葉を思い出した。丸に5つ、はて。源八郎は、記録型から帳簿を取り寄せて調べたが、出入りの船印にはそれに当たるものがない。荷主や船主の屋号まで改めて見たが、いずれも無駄であった。船印でも屋号でもなしとすると何であろう。とにかく事件の鍵は、丸に5つという中に隠されてある。よし、必ず見つけるぞ。源八郎は、固く心に刻みつけた。この間にも、叔父の喜兵衛は毎日のように馬を飛ばして番所へやってきては目を怒らせて、どうだ、凶賊どもの手がかりはついたか、と怒鳴る。ことわざにも、むくろじを3年磨いてもたまにはならぬ、と申して、見当違いのことをいくらやっても無駄だぞ。まず見当をつけろ、見当を。もうここ7日も経っているではないか。わめき立てて帰る。また翌日やってきて、今日は手がかりがあったか。いや、まだそこまで。いつまでまごついているのだ。非常の剣は断固たるべしという。下手の考え休むに似たりだ。まず見当をつけろ。それから断固としてやるのだ。拉致が明かぬと弓江との婚約など取り消しだぞ。好きなだけ罵ると帰ってゆく。源八郎もだんだん焦ってきた。立部金吾の臨終に仇は必ず撃ってやると言った。撃つのだ。金吾の仇を撃つのだ。源八郎は自ら監視船に乗って日夜数回持ち場外まで見回りを続けた。ある日の暮れ方である。見回りから帰った源八郎が番所へ入ってみると、中にあだめいた衣装の女が待っていた。おや、お帰り遊ばせというのを見ると、千夜磯目橋の酒楼で絡みついてきた歌姫の小蜜である。源八郎は眉を潜めて、どうしたのだ。みだりのものを番所内へ入れてはならぬということ忘れたのか。番士を叱ると、女が慌てて、あら、こちらがお悪いのではありませんわ。ささめの御前と一緒にお供をして、私だけここに残っていたんですのよ。お目付役が来られた。例の増屋で、ご同役衆とご会席をなすった戻り、須の花の番所では先頃からの苦労続き、さぞみんな疲れておろうから、骨休めに地層を持っていってやろうと、若い衆に担がせてここまでおいでなすったんですの。と女の振り向くところを見ると、なるほど酒に広豚、下げ桶の類が置き並べてある。小蜜は遠然と笑いながら、私、お酌をさせていただきますわ、と寄り添った。いや、お目付役のごちそうは、せっかくゆえありがたく頂戴いたすが、そこもとのお買い添えは番所の掟が許しません。掟にも裏がございましょう。今までにだってないことではありませんわ。お城下から遠く離れたこんな海端で毎日洗いお勤めですもの。たまには。今までにもあったというのですか。ささめの御前は訳知りでいらっしゃいますからね。あなたの前の方の時にも、10日に一度くらいはご馳走が出て、私がお相手をいたしましたわ。ですからね。小蜜はとろけんばかりのこびを見せながら、すっと体をすり寄せてきた。いけません。のいてください。源八郎はきっぱりと振り離した。今まではそうしたかもしれぬが、拙者はお断り申す。第一、今はそんなのんきな場合ではない。どうかすぐお帰りください。でもそれでは困りますもの。何が困るのです。ささめの御前に取り持ちをしろと言いつかっているんです。いえ、それでなくても私。ねえ、ではお酌だけ。ダメです。お帰りなさい。女はじっと源八郎の顔を見つめていたが、やがて消え入るような吐息を漏らした。杉様は小蜜がお嫌いなのえ？ああ、つらいこと。源八郎は女のむせぶような嘆きを後に、さっさと奥へ入ってしまった。彼の胸に忽然とある疑いが起こったのだ。笹目元右衛門は訳知りだという。役目の勤労を慰めるために、時折番所へ趣向を送るというのは、なるほど上役として行き届いた思いやりである。しかし女を相手に差し添えるとは少し過ぎてはいないか。女の色かと酒で酔わせ、その隙に企むことがあるとしたらどうだ。まさか、いな。しかし万一。源八郎は振り向いて、岡村、いるか。は。岡村三之丞という若い番士が来る。女はまだいるか。今しがた立ち去りました。よし、すぐに後をつけろ。悟られぬようにして、どこへ行くか、誰に会うか突き止めるのだ。ぬかるな。三之丞はかしこまって出て行った。源八郎は残った番士たちを呼んで、今宵は総出で見回りをする。みんな今のうちに食事をしておけ。船へは鉄砲を積み込んでいくから。と命じた。みんなが食事を終わり、船の支度もできた頃に、岡村三之丞が帰ってきた。暮れ切った与三にもかかわらず、汗を流している。守備はどうだ。海端の角屋と申す首牢へ入りました。あの女の館だそうで、しばらく忍んでおりましたが、別に誰と会った様子も見えません。客はなかったか。はい、ひっそりとしておりました。笹目源右衛門が筋を引いているとすれば、吉相を待っていなければならぬはずだ。誰もいなかったとすると、やはり疑ったのは誤りであったのか。源八郎はしばらく思案していたが、やがて船出を命じて立った。風前獲物はあった。一時余り島々を回って都井岬の根無島へかかると、早くも監視船の近づいたことを知ってか、島裏から二艘の小舟が慌てて逃げ出すのを発見した。怪しいやつ、追え！源八郎は叫んだ。1番、2番は右へ、3番、4番は前へ、5番は左へ、6番は拙者と共に後ろを塞ぐ。脅し鉄砲をかけろ。ダダーンと銃声が海面を走った。7艘の船は素早く四方に分かれ、逃走者を追い詰めながら鉄砲を打ちかけた。相手ははじめ波切りの方へ出ようとしたが、進路を断たれて向きを変え、陸地の方へと脱走を図った。しかし、勢い込んだ監視船の追撃と激しく浴びせられる鉄砲に、もはや逃れぬところと思ったか、いきなり逃走者たちは2艘の船を覆し、ざんぶざんぶと海中へ身を躍らせた。閉めた。これは大物だぞ。源八郎は船旗を叩いた。船を寄せろ。輪を作って一人も余さずひっ捕らえろ。かなわぬと見るや、完全と船を沈め、証拠物を残すまいとした決死のやり方。まさに粗俗の手段ではない。逃すな、とばかり追い詰め、四半時余りして5名の者を引き上げ、捕獲して5番船に託すと、よし、5番はこいつらを引いて先に帰り、目付役宅までお届けをしておけ。かしこまりました。残った船は拙者と共に来い。根無島が怪しい。時を移さず捜査するのだ。続け。6艘はへさきを返した。根無島の裏に湾があった。常和木のうっそうと覆いかぶさっている入り江の中へ岸に沿って行くと、外からは見えぬ岩陰にぽっかりと潮入り洞の口が開いている。静かに、音を立てるな。源八郎は制して、まず自分の船を洞の中へ進めた。鉄砲の用意をしろ。囁いておよそ30軒余りも行くと、急に洞が右へ曲がっている。そこから先は袋のように広がって天井も高く、奥には水のない岩地の足だまりがあって、今しも4、5人の男が焚き火を囲んで酒を酌み交わしているところだ。源八郎は閉めたとばかり、続く船を招き寄せると、脅し打ちをかけろ、と囁いた。突如、ガガーン、と洞をつんざく鋭い銃声。同時に船はどっと奥へ殺到した。動くな。源八郎はわめいた。島の周りはすでに手配りができているぞ。神妙にしろ。手向かいすると切り捨てるぞ。叫び船から飛び上がった。不意をつかれて仰天した男たちが、はっと気づいた時にはもう、34人の番士たちが白人を突きつけて取り巻いていた。貴様たちの仲間もこの外で全部捕まえた。神妙にしていればお上にも慈悲があるぞ。前へ出ろ。頭は誰だ？へえ、何でございますか。とぼけるな。頭は誰だ？何のことか、へえ、私らには分かりませんが。ひげ面のふてぶてしいやつが何やら仲間に目くばせをしながらしらを切った。ここで問い詰めても無駄だと思ったから、源八郎は5人の者に縄をかけさせ、すぐに洞打ちの捜索をした。しかし、荷ほどき荷造りに使ったらしい縄端や木片が散らばっているだけで、これぞという証拠の品はすでになかった。仕事を終えた後だな。舌打ちをする源八郎に、ねえ、もし、お役人様。ひげ面の男が声をかけた。あんた、こんなことをして後悔しますぜ。なんだと？私らの縄を解いておくんなせん。その方があんたのためにも上策だ。見たところ、まだお若いご様子だが、決起は過ちのもとだぜ。源八郎は男の冷ややかな笑顔を見守った。男の目には明らかに侮蔑と傲慢の色がある。源八郎にはこれこそ狙っていた大物だという確信がついた。どっちが上策だかはこっちで心得ている。文句があったら出るところへ出て言え。さあ船へ乗るんだ。へっへっへ。世間を知らねえね、あんたは。ひげ面の男は不敵に冷笑しながら船へ乗り移った。各手一行が外貨を上げながら洲の花へ戻ったのは、すでに夜もしらじらと明けかかる頃だった。源八郎が船着き場へ上がってみると、意外にもそこへ目付け方の人数が来ている。いやあ、お手柄でござったな。と言いながら近寄るのを見ると、笹目元右衛門の下役で、生田久之進、奈良山源七である。これは、と思っていると、宣告届けを受けたので、罪人どもを受け取りに参った。お骨折りご苦労に存ずる。あいや、しばらく。源八郎は驚いて、ただいま引き上げてきたばかりで、まだ一応の取り調べも済みません。どうかお引き渡しは明日にでも願いとうござるが。それはなりません。番所で罪人の取り調べなど例がござらん。しかし、いささか存ずる子細もあれば、曲げて1日だけご猶予願います。ぜひ。お断り申す。目付役笹目殿より即刻受け取って参れとの厳命で参った拙者ども。それに、大切の罪人を番所に留めておいて、万一先日のような事件でも起こった場合には何となさるか。お引き渡しください。頑として承知せぬ。ついに10名の者と島から押さえてきた証拠の雑具を取りまとめ、さっさと番所から引き上げていった。番所で罪人の取り調べを許さぬとはいえ、検挙した者を一応の審問もせぬうちに目付方で引き取るとは心得ぬことだ。その上、あのひげ面のやつが嘘吹いた言葉の裏にも突き止めてみたい謎があったのに。あれもこれも今となっては仕方ない。不安に思っていると、5日目になって源八郎のもとへ、即刻目付役宅へまかり出るよ、という達しが来た。吉か京か、胸を躍らせて出頭すると、笹目元右衛門が、ひどく機嫌の悪い顔で、いきなり高飛車に、お役になれぬとは申しながら、あまり軽々しい致し方は慎まねばならんぞ。と頭から決めつけた。そこもとの捕らえた10名の者は、とくと調べたところ、いずれも身元正しき過去にて、当夜は置き積みに遅れた戻りであったと申す。荷主船方とも呼び出して対決させた上、まさに事実相違なしと相分かった。今後再びかような失態があるときは、ただお役御免では済まされんぞ。しばらくお待ちください。意外な言葉に源八郎はぎょっとして、お言葉にはござるが、彼らは監視船を見るより早く逃亡を企て、ついにはその船を沈めてまで逃れようといたしました。罪なき者がかかる怪しき振る舞いをいたしましょうか。いや、彼らは暗中不意に鉄砲を打ちかけられたゆえ、海賊と思い違えたと申しておる。しかし、船番所の印ある提灯を土地の過去ともある者が知らぬはずは。さようなことを今ここで論じたところで何になるか。海賊と思って狼狽している者が船印など子細に読めるものではない。身元に疑いもなく、船方の証明も正しく、別に在家の証拠とてないものをみだりに。恐れながら、源八郎は必死に膝をすすめた。その者たちを、一応私に取り調べさせていただきとう存じます。何？なんという。身元正しいと申すばかりでは、いささか念が晴れませぬ。差し出がましきお願いにて恐れ入りまするが、ぜひ私に取り調べの儀、お許しくださるよう。黙れ、源八郎。文を超えたる申し状。番所頭の分際をもって、目付役の調べに不審はありとでも申すか。就任早々と思えばこそ、ことを穏便に図ってやるものを、増長すると承知せぬぞ。源八郎は、焦然と手をついた。元右衛門はすっかり立腹したらしい。追って沙汰する。番所へ戻って慎みおれ。そう言って立ち上がる。もう一度押して、と見上げた源八郎の目に、意外なものが映った。元右衛門の袖に、丸に5つの紋。おっと思わず片膝立てたが、危なく自制して、そのまま役宅を退出した。これだ。丸に5つ。船印でもなく、屋号でもない。丸に5つは、笹目元右衛門の門なのだ。それでこそ金吾が臨終に、気をつけろと言った心もわかる。番所の手配が筒抜けにわかったのも、あのひげ面目が平然と嘘吹いていたのもよくわかる。はじめに疑った通り、やはり元右衛門が同類であったのだ。忽然と事態が明瞭になった。今度検挙した者たちは、おそらくその一味であろう。それゆえ、一応の調べも許さず引き取り、自ら審問にあたって反証ごしらえをしたに違いない。もう治疑する必要はない。あの化けの皮を剥いでやるぞ。小躍りせんばかりに番所へ帰る。すぐ手配にかかろうとしているところへ突如として凶報がやってきた。その方の儀、勤め方不行き届きのことこれあり、おぼし飯をもって即時お役召し上げ、謹慎仰せつけらる。目付役、老職連署の罷免状である。しまった。乾物め。先手を打ち寄ったな。源八郎ははがみしたが、今は万事休すだ。目付方に職があってこそ、罪状の摘発もできるが、役目を免ぜられた以上は、もはや正面からの手出しはできぬ。目付頭へ訴訟するか。と考えたが、すでに笹目が同類であるとすると、役々のどこまで手が伸びているかわからない。この上は、絡めてから一挙に事を決するほかはないのだ。よし。もはや手段を選ぶ時ではない。財布の根幹をついて同類を打尽してくれるぞ」と決然心に誓って万象を引き払おうとした時、またしても源八郎は不思議な拾い物をした。それは自分の荷物の中から妙なふくさ包みが出てきたのである。はて、こんなものがあったかしら。手に取ってしばらく考えていたが、おお、あの世、難波屋と申す商人が、と思わず膝を打った。就任祝いの席で、祝儀だと言って、難波屋次郎吉がくれた品。ささめの口添えもあったのでもらって帰ったが、あの騒ぎで、しまい込んだきり忘れていたのである。何が入っているかと、ふくさ包みを解いてみた。50両。小判で50両の包み金が出た。源八郎の目がキラリと光る。そうか、密貿易の張本は難波屋だな。源八郎はすっくと立った。さあ帰れ、帰らぬか。部屋の口に立ちはだかったまま、喜兵衛が怒声を上げた。源八郎、貴様、恥を知れ。帰りませんよ、まったく。狩猟万世屋の奥座敷で、廃盤狼藉たる中に、源八郎は小蜜を相手に酔いしれている。帰れとおっしゃっても、かような美人を置いて、どうしてうちへ戻れましょうか。ははは。お重絵にも、そうお固くならずと、一杯。汚らわしい、触るな。謹慎の身をもってかかる醜態。10日余りも帰宅せぬと聞いたゆえ、飛んできてみればこの手。貴様、それでも武士と言えるか。大層なお怒りでござるな。だが帰りませんぞ。ことわざにも、蛇を殺さんとすれば、その脳髄を砕くべし、と申す。また、はじめに塩を用いざれば、砂糖も効かずと申しましてな。はて、何を言うつもりだったかしら。こいつは少しばかり酔ったらしいぞ。源八郎。あ、思い出した。ことわざでござる。いつもはおじ上に聞かされるばかり。そこで今夜は私の番というわけです。こんなのはいかが。一升の餅にも粉がいる。とな。あはははは。ましてや大物においてや、ごめん。と言うと、小蜜の膝へごろりと横になった。喜兵衛は不審そうに老いの顔を見つめていたが、やがて何を思ったか。よし、源八郎、待っておるぞ。と言い残すと、きびすを返して立ち去った。杉様、もし。小蜜は気遣わしげに。あちら様がお帰りなされましたけれど、いいのですか。ねえ、杉様ったら。それよりも小蜜、耳を貸せ。女は上気した顔を、ふれんばかりに源八郎の方へすりつけた。そなた、今宵は泊まってゆくのだぞ。ま、小蜜は思わず男の肩をつかんだ。杉様、それ、本気でおっしゃいますの。嫌か。嬉しい、杉様。女は突き上げるようにあえぎ、両手を男の脇へ回して抱きしめながら、狂おしく相手の体へのしかかろうとしたが、不意に、はっと身をそらすと、抱いていた腕を離して、いきなりそこへわっと泣き伏してしまった。どうしたのだ。源八郎はいぶかしげに起き上がる。杉様。いえ、杉田様。小蜜は避けるように言った。どうぞお許しくださいませ。私にはできませぬ。できぬとは。嘘でもいい。たった一度、思いを遂げたいと焦がれていましたけれど、やはり私にはできません。小光、あなたが私をお察しのように、私もあなたのご本心を存じております。あなたがここでお遊びなさるのは、ささめの、高いぞ。源八郎が驚いて制した。それでは、知っていたというのか。はい。初めてこの家へおいでなされた時から、難波や一味のご探索と存じましたが、唐からお慕い申しておりました私は、あなたがお偽り遊ばすのを幸いに、知らぬ顔をしてお嬢を盗もうと思ったのです。けれど、お美しいお言い名付けのある杉田様が、お役目とは言いながら、癒やしい小光風情を優しくおあしらいなさる。そのお心を思うと恥ずかしくて、再びむせび上げたが、こうお打ち明け申したからには、何もかもここで申し上げまする。何なりとお尋ねくださいませ。そうであったか。浮かれ目にまことありけり。源八郎はさすがに胸を打たれて、しばらくは言葉もなかったが、やがて心を取り直して。そう言われては、拙者こそ今更恥じ入ります。しかし今そこもとも言われたごとく、この度のことは万策尽きての非常手段。絡めてより一挙に関東の念を襲って、お家の禍根を除かなければならぬ必死の場合でござる。改めてお尋ね申すが、抜け荷の張本人は難波屋でござろうな。はい。お役向きでは、目付頭、野村源兵衛様。何？野村源。危うし。源八郎は免役されたとき、当の目付頭に訴訟しようと思ってやめたのである。まことに危機一髪であった。笹目様、生田様、奈良山様、主だった方は以上4人、みんなご同服でございます。しかも今宵、海端の角屋で、難波屋はじめご一党が会合なさるはず。憎むべし、憎むべし、野村源兵衛まで同類とあるからは、もはや表向きではことはならぬ。よし、非常の剣は断固たるべしだ。一味会合を幸い、みんな切ってやる。源八郎はまなじりを決して、小光、角屋はそこもとの館とか聞いたが。はい。手引きを頼むぞ。小光は唇を引き結んでうなずいた。源八郎は筆と紙を取り寄せて一通の文を書き、使いに託して喜兵衛のもとへやると、別に一通、密貿易一味の罪状、徒党を切る40のことをしたためて懐中し、いざとばかりに松屋を立ち入れた。やりおったか。使者の持ってきた源八郎の手紙を読み終わるが否や、喜兵衛は踊り上がった。蛇を殺さんとすればその脳髄までと申した言葉。よしありげだと思って帰ったが、こうとは知らなんだ。あなた、何を一人で喜んでいらっしゃるのです。源八郎が何か。ええ、黙れ。訳が知りたければ、後でこの手紙を読むがいい。さあ、弓江の支度じゃ。支度と言って、何の？うるさい。黙ってやれ。弓江の着替えを包んで、たくさんはいらんぞ。それから櫛、笄貝、金になりそうなものはみんな入れろ。わしの手箱はどこにある？銀子はあるだけ出せ。ええ、忘れた。まず弓江を呼んでこい。何をうろうろいたしておるか、ババア。一人で慌てながら、娘に旅支度をさせると、妻の手へ源八郎の文を叩きつけ、弓江をせき立てながら、屋敷を飛び出した。途中あらましのことを娘に話しながら大船着きへ来る。寒月すさまじく冴える海辺。息を凍らせてそこかと伺うところへ、こちらでございます。という女の声がした。岩を刻んだ段々の影から、すっと出てきたのは小光である。おお、そなたは。先ほどはご無礼をつかまつりました。どうしてここへ。お二人様の船ごしらえをするため、一足先に参りました。あれにつけてあるのがその船。市長路の過去は粒寄りの腕立者。途中のご心配は決してございませぬ。そう言って小光はそっと弓江を見た。お嬢様でいらっしゃいますか。娘弓江と申す。まあ、お美しい嫁御寮。いえ、お美しいお嬢様。弓江はぽっと頬を染めながら、恥ずかしそうに小腰をかがめた。その時、小光の方に、月をたたえて一筋、すっと流れるものがあったのを誰が知ろう。ではこれで、私は失礼いたします。ごめん遊ばせ、お嬢様。はい。どうぞ地位をかけてお幸せに。消え入りそうに言うと、小走りに下の道を去っていった。ほとんど同時に向こうから飛んでくる源八郎の姿。いや、走る、走る。おお、源八郎が参ったぞ。喜兵衛は手を挙げながら、おーい、ここにおるぞ。やあ、お待たせ申しました。息せき切って駆けつけた源八郎。喜兵衛は間も置かせずに。源八郎、やったか。やりました。みんな切ったか。みんな切りました。源八郎はにっこり笑って、非常の剣は断固たるべし。おじ上、ことわざには真理がありますな。初めてわかったか。わっは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 。喜兵衛は割れるような声で笑いながらぐいっと娘を押し合った。褒美じゃ、連れて行け。ありがたい、弓江殿。源八郎は、つと娘の手を取った。源八郎と一緒においでくださるか。はい。どうぞお連れ遊ばして。弓江は、ひしと源八郎の手にすがった。喜兵衛は、もどかしげに二人を段の方へ押しながら、むつごとは後にしろ。船はあれに待っている。追っ手のかからぬうちに早く行け。ではこれにて、あっ。と源八郎は、海中の書状を取り出し、司祭はこれに認めてござる。おじ上のお手より目付方へお差し出しください。心得た。乗れ。さらばでござる。会釈もそこそこ、源八郎は弓江を助けながら船へ乗る。喜兵衛が大声に、源八郎、ことわざに、狐は死して九に守すというぞ。必ず島原を忘れるな。住所が決まったら頼りをせえよ。追って帰参の叶うよう取り計らってやるぞ。は、おじ上にもご堅固に。船は炉の音とともに岸を離れた。寒月はあくまで澄み、島原の海はどのごとくないでいる。遠ざかりゆく船を見守って、少し離れた岩陰に一人、声を忍んで泣く者がいた。かもめか、千鳥か、